はいどうも、インディーゲーム実況 VTuber のしろこりゲームズです。今回紹介するタイトルはチップスカフェ、愛と裏切りと一杯のコーヒーを。カフェを舞台にしたアドベンチャーゲームです。頭は動物、体は人型という独特な世界観が舞台のゲーム、チキンポリスのスピンオフ作品である今作。動物の街と虫の居住区に挟まれたカフェで癖の強い動物たちと出会い、特別な一杯を提供しながら、ほろ苦さの中にも輝きがあるささやかな物語が展開します。5匹の登場動物たちの話を聞き、彼らの苦悩に触れて、その生き様に巻き込まれていきます。カフェモードでは3種類のミニゲームを遊ぶことができ、最高のコーヒーや紅茶を入れて一味違う料理を提供し、皿洗いまでしっかりこなしましょう。ノワール&チルなテイストがとても魅力的、動物や虫たちの社会ならではのストーリーに期待です。それでは早速プレイしていきましょう。はい、チップスカフェ早速遊んでいきたいと思います。いや、発表があってからね、1ヶ月間めちゃくちゃ楽しみにしていました。目覚まし時計チップ、いや懐かしいですね。チキンポリス遊んでから今日も肉を引く一日が始まる。まあさっさと終わらせてしまおう。町の外れに小さなカフェがある。俺が経営するカフェだ。動物たちであふれる町クロービルと、俺たちがつい最近追い払った虫が集うハイブ、あるいは虫のねぐらのちょうど間あたりに浮かんでいる。だが俺は政治には全く興味がない。俺の願いは至って簡単。過去を忘れて穏やかに暮らし、この自然界でとびきり最高のコーヒーを一杯入れることだ。まあコーヒーについては全く問題ないわけなんだが、過去を忘れてという部分についてはなんていうか毎回問題が起きるというか、だって俺に何ができる。俺はただ流れに沿っているだけなんだ。老いぼれた俺の母ちゃんだっていつも言っていた。よくお聞き、何事だって起きる時は起きる、どんな時代もコーヒーは廃れないのさとね。いやー、最初からこうノワールな雰囲気がめちゃくちゃいいですね。1日目、新たな人生に新たなメニューを。お、早速お客さん来てる。カブトムシだ。わあ、ちょっとこっちから見ていこうか。新聞だ。読めるのか。あ、読める。ハイブでまた暴動発生。繊維工場の閉鎖を受けて、ハイブで再び暴動が発生した。人工肉製造工場ミートが繊維工場の後釜として予定されているが、新たなオーナーはこれまでの従業員を受け入れることに反対し、彼らの多くを路上に放り投げてしまった。その結果、ハイブに住む虫の住人たちのおよそ半分が完全に失業してしまい、この巨大な工場施設が閉鎖してしまったことは火に油を注ぐ結果となった。工場では虫が働いていたんだ。作業員たちは自ら施設の中に立てこもっている。彼らは警察の暴動対策課に対処されてしまうだろうが、その近くで多くの住人たちが暴動を起こし始め、施設などに放火をする者まで現れる事態となった。暴動は数時間で鎮圧されたものの、ハイブの近くに住む者たちはこの近隣にはまだ混乱と破壊の火種がくすぶっているという。ああ、虫の労働者たちがね。なるほど。ならず者のギャング団が町を恐怖に陥れる。ウェスラー帝国とも呼ばれた悪名高いマフィア一家が没落したことを受け、町を取り巻く状況はこれまで以上に悪化したのかもしれない。一家は分裂し、その結果として彼らはより小さいグループをいくつも形成して立ち上がった。これまで以上に厄介な存在となった彼らは、少なくとも表面上においては合法的な資金獲得活動を行っているように見えるため、警察も対処する術がなく手を焼いているようだ。ウェスラーね、あのチキンポリスでの登場人物でした。ギャング団がね、
ネズミメインだけどいろんな種族がいるのかな。はい、了解しました。いや、こういうニュース見れるのいいな。早速お客さんに話しかけてみましょう。フランク、調べる。フランク・カステリーニ、またはフランク・セキワン・カステリーニ。彼は腕の半分を失っているが、いつ、どこで、どうやって失ったのかは誰にもわからない。賭けの代償として誰かが奪っていったという話があるが、ただの噂の可能性もある。何にせよ、ややこしくて難しい話だ。それに彼はタフガイで、ハイブ最高の探偵でもあり、俺の古くからの親友だ。探偵さんなんだ。確かにいかにも探偵っていう感じの服装をしてる。よし、では、会話。よう、石腕のフランクじゃないか。一体どうしたんだ？何も聞くな、ジップ。いや、今回は本当に最低の仕事で、最低の事件だった。おいおい、俺とお前の仲じゃないか。釣れないね。洗いざらい吐いちまえ。今日は特に暇なんだから。聞いて後悔しないか？俺を誰だと思ってるんだ、お前。人の噂は蜜の味。聞けるなら俺は何だってするさ。ははは、間違いないな。分かったよ。とんでもなく、文字通り最低の事件だったよ。気になる気になる。出だしから思わせぶりだな。二人の厄介者のとある事件を取り締まるように言われたのさ。誰かが奴らの肥やしのような荷物を付け回していたらしいんだ。結構表情変わってくれますね。いいな。うへえ。そうなるよな。その痕跡を調べるとハエの一団に行き着いた。片翼のジムって何？聞き覚えはあるか？虫どもを追い散らす前にダークタウンの半分を乗っ取った腹回りのでかい男だろ。まさにそいつだ。なんてこった。やつが一筋縄じゃいかない男だというのは間違いない。しかし冗談のように聞こえるだろうが、やつらは自分たちのためにその肥やしを狙ったんじゃないのさ。そんなの他に誰がいるってんだ？聞いて驚くなよ。マジかよ。まだ何も言ってないだろ。端的に言えばミックが事件の裏で糸を引いていたのさ。待て待て、なんだって？あの雑種のミックか？そうさ。しかも調子は絶好調ときている。雑種って何の雑種だろう？クソ。ああ、文字通りのクソだ。それで何が起きたんだ？まだ何も。今そいつを調べている。行方知れずになった肥やしなんて考えたくもない事件だ。それにお前も知っているだろ？ハイブは決して眠らないと。ハイブっていうのは虫たちの住みか、居住区ってことでいいのかな。小屋しってそのままうんちってこと？ハエの集団って言ってましたよね。ああ、俺はお前が羨ましいよ。そうだろうな。皮肉が効いてますね。それで注文は何にする？まだ決めちゃいないが、何にしようかね。注文。止まない雨はないで行こう。砂糖はいつも通り4つだ。今晩はそれが一番しっくりくる気がする。止まない雨はない、いいチョイスだ。すぐに出すよ、フランク。ここ。おー、コーヒー作る。よし、じゃあレシピを確認してくれ。必ず最初にするんだぞ。覚えようとするのもいいが、できなくてもそれは恥ずかしいことじゃない。いつでもメモで確認できるからな。オッケー。はーい。止まない雨はない。かわいい字だ。カップ、エスプレッソ1杯、シナモン1振り、蜂蜜1滴、牛乳1滴、半分混ぜる、プラス砂糖4。わかった。コーヒーには水が必要だろ？そしてきちんと沸かす必要がある。水をいくらか沸かした後にコーヒーマシンに注ぐんだ。エスプレッソは沸騰した水1カップ。ロングコーヒーは2カップという具合だな。慣れれば自然に覚えるさ。まず、あ、この鍋か。鍋に、一つ分お湯を沸かしてる。お湯もっと注ぐのかな？お湯どんだけ注ぐんだ？ 3 つ注いだ。素晴らしい。今度はポットを持ってコーヒーメーカーに水を注ぐ。ポットを持って、注ぐ。もうちょっとだな。ここに
全部注いで、コーヒーを引く時間だ。コーヒーを取り出しグラインダーに入れる。わかりました。あーすごい、カフェやってるって感じグラインダーでコーヒーを引く。わかりました。これを、おー、回せばいいんだね。はい、よくやった。引いたコーヒーをコーヒーメーカーに入れる。入れてます。カップ、グラス、マグカップ、レシピ通りを取りマシンの下に置く。このカップを置いて、カップをセットしたらレバーを引いてコーヒーを入れる。シングルになってるよね。レバーを引いて OK。 さてトッピングの時間だ。たまに追加のトッピングを注文する客がいるからレシピをよく見ておけ。だが気をつけろ、レシピに書いてある通りのものか、客が注文したものは全部、そしてそれ以外は入れるなよ。わかりました。じゃあコーヒーができて、シナモン一振り、シナモンを、待って、もうちょっと、一振り、シナモン一振り、蜂蜜一滴、はい一滴と、牛乳一滴、牛乳一滴、半分混ぜる。まあいいのかな。砂糖4振り、2、3、4、これでいいかな。最後にすることはコーヒーをかき混ぜることだ。もちろんレシピにそう指示があったらの話だがね。コーヒーの中にはよくかき混ぜなければならないものもあれば、半分だけかき混ぜるものもあるし、当然かき混ぜが禁止なものだってある。その指示もよく見ることだ。いいな。これは半分って書いてあった。はい、半分。ほら、コーヒーの歌だ。それだけだよ。はい、最初から結構凝ったレシピでしたね。準備はできました。おー、すごい可愛い。傘がさしてある。止まない雨はない。とても満足してくれているみたいです。可愛い。ジップ、永遠の光に乾杯。いやー、この一杯のために生きている。美味しいって言ってくれてますね。随分と辺りは暗くなっちまったかな。ああ、とにかくお前は町一番のコーヒーを入れる最高の友だよ。お世辞はよしてくれよ。俺がめったに人を褒めないってのは知っているだろう。素直に受け取っておけ。ジップってそんなに美味しいコーヒー入れるやつだったんだ。知らなかった。まあフランク、お前がそう言うなら。さて、もう一回話してみようか。ああ、五臓六腑に染み渡る。教えてくれ、ジップ。最近どうなんだ？ふむ、俺の古い立ちが言うにはな、だ。常に腹を空かせている奴がいて、常に噛みついてる。そこでは誰かがいつも死んでいるそうだ。クロービルはいつまでもクロービルなのさ。はっはっは、話がかなり大げさになってないか？いや、間違いなく直接聞いた話だ。まあ、今はちょっと人には言えない、でかい話を追っている。本当にでかすぎる山だ。そいつはよかった。俺らは世界を変えてるってことか？はっはっは、確かにそうだ。そりゃいい。それで、俺をその話にかませてはくれないのか？かませては。いいですね、表現が。ふむ、さて、どうだろうな。おい、いいじゃねえか。そのためにお前はここに来たんだろうし、結局お前は喋っちまうんだろうしな。わかったよ。さて、ミロという名前の昆虫がいるんだが、こいつを働いていた繊維工場が閉鎖されて、代用肉の加工工場に建て替えられてから、簡単な仕事を手伝ってくれているんだ。聞いて驚くなよ。この工場を回しているやつの名前、きっとお前には想像もできん。なんだよ、やぶから棒に。またあのミックって言うんじゃないだろうな。はっは、今日のお前はとことん冴えているじゃないか。あの猿野郎、この町の裏事業すべてにいちいち手を突っ込んでいるのか？それだけじゃない。背部の犯罪組織は今や、やつの手によって動かされている。なんて野郎だ。お！猿さんと、なんか、牛の仲間っぽいやつ来た。早速話してみましょうか。
あ、この人がミックか。雑種のミック。他にもいろいろと名を持っているが、やつはクロービルで最強のギャングと呼ばれたイブン・ウェスラーという男が築いた帝国が崩壊するまで右腕を張っていた。その後もミックはウェスラーの残党たちと後継者をめぐる戦いに身を投じ、それ以降血生臭い争いが絶えない。そうだったんですね。こっちは1000ドル。こんなにバカでかいやつを目にしたのは一体いつ以来だろうか。ミックはいつでもでかいなりをしたやつに自分を囲ませるのを好んでいた。おそらくやつの中にある種の劣等感があるのだろうな。まあミックは自分一人で身を守るよりこういうボディーガードを連れてた方がいい種族ですよね、多分。じゃあ話してみよう。猿野郎といえば、おいおい、誰かと思ったらお前らか。よう、ガキども。ガキども。あ、でも寿命、そうか、昆虫は寿命短いよね、多分。でもアライグマのジップはどうなんだろう。やあミック、お目にかかれて嬉しいね。嘘つけジップ、てめえらしくもね。すごい嫌そうな顔。あー、すごい、この金歯一つめっちゃ出てるの、おしゃれですね。よう、フランク、どうやらゴミくずが積もってでけえ山になっちまったようだな。お前どうやって背部から出てきた。あそこはまだまだごちゃついているようだな、ミック。お前は知らねえみたいだが、ちっとからかってみただけだ。おいおい、こんな神器臭いのはごめんだぞ。そこのでかいのは一体誰だ。こいつか。こいつは1000ドルってんだ。新入りだがな、お牛のように強いぞ。ははは。どうも皆さん、ちょっと引っ込み思案なんですかね。そうだな、お前にも挨拶しとこう。それで要はなんだ。俺は見ての通り忙しい。くだらない話をする暇なんてないぞ。忙しい？そうかい。じゃあさっさと話を進めようか。話してみましょうか。このさ、ライティングめちゃくちゃいいですよね。ちょっと埃が舞っている感じとかさ、ライティングがめちゃくちゃいい。めっちゃ雰囲気ある。あ、注文ね。じゃあ俺には漆黒の欲望をダブルで、あとはループスのお気に入りのトーストも頼むぜ。漆黒の欲望、メニュー名がいちいちいいんですよね。それに肉でもつけるか。お前今でもまだまずい代用肉を売ってんのかよ。それとも何か真新しいものでもあるのか。いや、本物の肉なんてあるのか。ジップ、知りたいならいつでも俺んとこに来いよ。そうか、じゃあごめんだね。そいつは非合法だろう。おい、つまらねえな。まあいずれ俺の言った通りになるぜ。ああ、俺のコーヒーにはウイスキーを入れてくれよ、昔のようにな。あいよ。それで新入りとやらあんたは。お、俺は紅茶をもらう。そうかい、紅茶だって用意はできるがね。何の紅茶がいいんだ。そうだな。やっぱりわかんねえ。あんまりこういうお店には来なそうですね。こっちも暇じゃねえんだから、ハリーティーに睨まれたくなかったらさっさと決めろ。ああ、わかったよ。じゃあ、いちごの夢の紅茶でも。いちごの夢だと？こいつは俺もびっくりだ。そうだな。ちょっと可愛い感じの注文しましたね。ほらよ、ごゆっくりどうぞ、二人とも。さっさと出せよ。俺たちにはやらなきゃならんことが山ほどある上に、夜はあっという間に終わっちまう。わかった。じゃあ先にこっちに出しましょうか。ミックに。では、カップ、エスプレッソ、カラメル、甘ショット、よく混ぜる。1から3ウイスキー。じゃあまず、1。漆黒の欲望ダブルでとか言ってなかった？いや、漆黒の欲望ダブルって言ってた気がするな。気のせいかな。グラインダーで、あ、まずコーヒー豆をここに入れて、すっかり忘れてたぜ。これを2引いて入れる。
プレッソロングスーパー、プレッソロングスーパー、まあレシピ通りに作ってみようか。プレッソ、はい、ここでレバーを引く、レバーを引きました。ここでまだトッピング画面に行かないな。トッピングはカラメル一振りなんですけど、あの画面が右側に寄ってくれないんですよね。なんでだろう。あ、こっちに来れた。カラメルを一振り、初等二振り、これを二振り、1、2、ウイスキーを3入れようか。ウイスキーを1、2、3で、スプーンでよく混ぜる。はい、これで提供してみる。これダブルじゃなくていいのかな。ミックの漆黒の欲望、あ、とても満足してるって。これでいいっぽい。あー、これも美味しそう。ウイスキー入れたコーヒーか。この葉っぱなんだろう。はい、あとは料理レシピを注意深く見るんだ。わかった。トースト、フライパンに油を敷き、パン2枚、トーストフライパンに油を敷きパン2枚。はい、フライパンに油を敷いてコンロの温度を調整するんだ。温度が高いほど料理にかかる時間が短くなる。フライパンに油を引いて、ここじゃない、ここか。油を引いてフライパンに主原料を入れろ。原料は一つのフライパンに何種類も入れられるし、それぞれ別々に料理することもできる。パンを、あれ、主原料、あ、油、あ、こっちの油で、はい、ちゃんと材料に火が通って焦がしてしまわないようにしてくれ。そして材料にきちんと火が通って調理が完成したら、さらに盛り付けるんだ。これ卵だよね。待って、油を引いて卵1個、卵、これでできた。パンを2つ、はい、できた。すべての材料がきちんと揃ったら味と盛り付けを整えて客に出そう。塩2、ハーブ2、辛味2、塩2、ハーブ、グリーンスパイス、辛味ソース2。これで終わり。これが熟練シェフ、ジップの仕事さ。へえ、いろいろ作れるんですね。オッケー。あ、美味しそうかも。ループスのお気に入りっていうメニュー名なんだ。はい、どうぞ。じゃあ、あなたにも紅茶を用意しましょう。じゃあ、完璧な紅茶を作ろう。これが一番単純なものだ。まずはレシピを確認しようか。いちごの夢、マグストロベリーティー1杯。初等2振り、花粉1振り、花粉？マグを手に取ったらテーブルの上、湯沸かし器の隣に置こう。はい。お湯をティーポットに入れたらそこからマグに注いでくれ。これは1杯でいいのかな。マグ注ぐ。レシピ通りティーバッグを選ぶんだ。大体は1つだけだが、レシピによっては2つ必要な場合もある。あ、このストロベリーティーね。マグを取ったら右にある給仕用のプレートに乗せよう。はーい。さて、トッピングと味付けだ。ここは思い切って大胆に行こう。なんだっけ、初等に花粉1、これが2、これが花粉。はい、さあ、あとはお客様に出すだけだ。
よくやったと思うぞ。出してみよう。ああ、いちごが浮いてる、かわいい。1000ドルのいちごの夢、満足してもらえたようです。通常のゲームモードのままでいたいですか？通常のゲームモードではミニゲームはより複雑で詳細なアクティビティです。このモードでは実績も獲得できます。ストーリーモードではミニゲームは簡略化され、より短くより早いシークエンスになるが、実績は利用できない。実績欲しいので通常のゲームモードでお願いします。ジップ、やっぱりお前はまだまだ大したもんだ。お前にとって買われるやつなんざいないだろうよ。そんなに美味しいんだ。へえ、そりゃどうも。あ、ありがとう。もっとシャキッと仕上がれ、このグズが。お前といると俺まで道化に見えちまう。わかったよ、ボス。なんてこった、このバカは本当に恵まれてやがる。立ち寄ってくれてありがとうよ、ミック。じゃあそろそろ失礼。いや、俺たちはそんなに急いでいるわけじゃねえさ。そりゃ残念。早くどっか行ってほしいのかな。聞こえたぞ。ああ、わかってるよ。わざと言ったんだ。もうちょっと話す？いや、何にせよ感触は悪くなかったぜ。すり上手。その名で俺を呼ぶな。わかったか？あ、もともとはスリーとかやって暮らしてたのかな。そうは言っても、昔のお前の通りなだろうが。そうだったんだ。お前が何者だったかなんて何も恥じることはねえぜ、チップ。俺からのアドバイスだ。料金もいらねえ。お前が何者だったかなんて恥じることはねえ。言いふらされたくなかったらってこと？俺が何者だったか、かつて何者だったのか、そして今何者なのか、そこに違いなんて何もねえさ。野生の動物は決して変わることはねえ。昔からの友を信じろ。俺たち友達だったのか？初耳だな。チップ、お前には本物の友達なんているのか？友達なんてのはまだ本性を表していないだけの敵にしか過ぎねえ。違うか？今日のお前は特に冴えてるな。はは、当たり前だろ。冴えまくっているとも。ちょうど俺たちのヘクター王のようにな。さて、俺はそろそろ行くよ。長いしすぎたしな。じゃあな。寄ってくれてありがとうよ、フランク。いつものことだろ。じゃあな、フランク。ハイブで何もないことを祈っておいてやるぜ。どうやら知らないようだな。あんただってあそこに住んでいただろ。違うか、ミック。おっと、バレてやがる。じゃあな。ああ、またな。黙っちゃった。どうしたん？さて、今から話すことは内密にしろよ。おいおい、こいつはなんだか深刻だ。要件だけ言うんだ。俺はお前がいる場所から出てきたんだ。その流儀も知ってる。回りくどいやり方は必要ない。俺は率直な男になったんでね。そうかい。なんだよ、動物だって飼われるってことなのかもな。それだけ骨のあるやつであればな。あいたた、悪いな。まあそんなに悪いとは思ってない。そんなくだらねえ話は置いといてだ。ハイブでは暴動が起きようとしている。お前にだって感じられるはずだぜ。暴動だって？まだそこまで行っちゃいないが。ジップ、俺の手元には大金があるんだが。もう何度も言っただろう、ミック。俺はここを売るつもりなんかない。俺がここに立っている限りカフェはここで続くんだ。カウンターを見ろよ、ジップ。俺たちならこの問題を立ちどころに片付けられるんだぜ。ウェスラーはもうお前の味方じゃないんだぞ、ミック。こんなやり方で動こうだなんて思わない方がいいぜ。ダメか？はははは。そうかい。この世界の片隅、ハイブの近くで薄着てねえアライグマ一匹がボロ雑巾のような死体で見つかったとしても、一体誰が気にしてくれるんだろうな。え、ミックはこの店を買い取ろうとしてるの？よく考えろよ、ジップ。やつらは全てを昆虫の怒りのせいにして俺の目的を後押ししてくれるんだ。つまり混沌が望みだということか？計画をしっかり進めたいということさ、チップ。それでお前の答えは？断る。明日は今日と同じようにやってくるし、明後日は明日と同じようにやってくるよ、ミック。うがー、
そうかよ、このバカな虫め。だがこれで終わりだとは思うなよ。最後のチャンスにあと2日だけ考える時間をくれてやる。明日が終わったらお前の答えを聞きに戻ってきてやる。そうすれば今度こそ何もかもはっきりするぜ。お前がぐっすり眠れることを祈っておくよ。来い、セントル。へい、ボス。おい、銃を忘れていってるぞ、テーブルの上に。無防備だな。ああ、そうだった。ありがとうよ。おい、ノロマ、黙ってさっさとついてこい。やっと行ったか。ああ、こいつはとてつもなく長い夜になりそうだ。そんな予感がするのはなぜだ？お、まだいらっしゃいますね。